えー、こんにちは黒田です今日もごご視聴ありがとうございます、えー、今日はですねオールアメリカンドラマナンバーー、ナンバーワンーはですね、まあ、結構適当作りをしましたけど、えー、ナンバーツ、えーこれですねもうあれか作ってから通してもう1年以上経つのかな、えー、オールアメリカンドラマーを1から20まで上げてありますが、えー、それの解説ですね解説の2番目ですだいぶ長く放置してしまいましたが、まあ、今回、えー、やっぱりこういうルーディメントをやりたいという方が非常に多かったのでやっていきたいと思います、えー まず前半部分ですね。えー、と前半上の段と下の段に分かれるので、前半部分の中のえちょっと皆さんが引っかかりそうなフラムタップの部分とセブンストロークロールのところをちょっと解説します。えー、後半部分はフラムアクセントとフラムパラディオのやり方ですね。これ1の時にも一応解説してるんですけど、もう一度ちょっとやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 はい、前半部分ですね、えー、ここですね、ここの前半のここの糸は何かというとですね、これは右のターゲットのと右に対して右からつくた、でここのターゲットのと対して左からタタタタタタタ、ここはもうシングルストロークで、これも右、これも左へ。で、これはここですね。で、ここの、えー、フラマン級のフラム、最初のフラムがない感じ。タっタく、ツク、ズタツで、ラタラタラになるとね、で、ここが、えー、とフラマン級みたいな形で、 で、ここがフラムタップですね。ラタラタラッタタ。で、ここはちょっと解説しますね。ラッタタタタタ、ここの部分はね。で、ラッタタタ、ここはまただのフラムで。で、ラッタタラッタタっていう、これがフラムアクセントです。フラムアクセントは普通3年で使われますが、えー、まあちょっと違うやり方をしています。で、ここがレス25、25タットラッタタ。で、セムストロークロールということ なのでこの、えー、フラムアクセントのところはこれはちょっと後で後半の部分でも出てくるので解説するのでフラムタップの部分とね7、えー、ストロークロールのところを解説していきたいと思いますはいフラムタップですねこれ,、えー、っとこれが完成形ラタ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 なんですけどでラッタタラッタタっていうのが出てきていますねでこれは、えー、右手がダウンアップダウンアップで左手がアップ ダダウウンンタタッッップ、アップ、ダウンタップアになってます。ここの部分をですね、ちゃんとしっかりちょっと形を覚えておくと、なんかね、左から押し込むみたいな感じのイメージなんです。これは右から押し込むみたいな。感じ。両方押し込んだらこれになるみたいな感じなんですが、まあこれをちょっと解説をしながらやっていきたいと思います。それでは聞いてみましょう。はい、フラムタップの説明していきますね。タントとタントとのタイプですが、右手がダウン、アップ、ダウン、アップ。めっちゃシンプルですね。左手がタッ だからララタララタラで大事なのはフラムって同時に叩くと、まあ、これ電子ドラムだからなんともないですけどパチンって音が鳴るんですよなのでずらさなきゃいけない高さを変えてねずらす具合によってフラムの感じってどんどん変わっていくので もちろんテンポ早ければ、えー、その技術はいりますし、ね。で、フラムのこの深さっていうか、これによってこう表現力変わるんですね。だから、えっ、ー、と、8ビートでも、しっかり深くフラムかければ、えー、要は、レードバックした感じに聞こえる。で、えー、そしたら次はラッタタワーラッ、ラッタタは、ラッタラッタ、一緒に合わせると、ラ、左から押し込んで、 左から押し込んでフラムになる感じはい大事なのは片手ずつちゃんと動きを確認してよくなるのはここで一回話が終わってしまうんじゃなくてタンタタンタンタタタンタンタここが繋がってないと高速化しないですねはい次タタタンですねタタタンの場合は今度は右手が 左手がアップダウンアップダウンになります。なので右で押し込んでフラムする感じ。でこれ両方押し込むと押し込んで押し込んでを繰り返すと,ねえとマイケル・ジャスクソンこのロック・ウィズ・ユーですね。 で、よく使います。こういった形ですねこの、えー、フラムタップはテンポが120ぐらいまではまあ少なくともこれは90とかは16分音符で叩けるようにしておきましょうはいここの7ストロークロールですねここ5でもいいんだけどわざと7を使ってますえっ、ー、となんとかた、ドラッ っていう風になってますね。これ、タカタカタンだと、要は、えー、要はこうあ、圧迫感っていうかね、こういうこう、ガツっていう感じがなくなるので,で、ここ、楽に行く感じだったら5で行ってしまってもいいんですが、ここは7が指定があるので、7の場合は左からアプローチしなければいけません。で、ロールの場合は頭の音をちょっとこう強くして、で、タラララっていう風にやりますが、6連フィールで考えていただければいいと思います。5ストロークと7ストロークの違いをちょっと聞きながらやっていきたいと思います。それでは聞いてみましょう。 セブンストロークロールですね。セブンストロークロールは、ワン、ツー、ワン、ツー。という形ですね。ファイブだと、ワン、ツー、ワン、ツー。落ち着いた感じ。音が密集してないからね。七だと六連符になるわけですね。ワン、エン、ツー、エン、スイエン、フォー。タカタタカタタ。 ロールで説明した時みたいに頭にちょっとアクセントをつけてやるとっていう表現が5だと解像度が低い感じなので解像度を高くしたいっていうかこう密集させて次に行きたい次の段に行きたい前半が終わるところだからねっていう形になっています。 はい。後半部分ですね。後半部分はラッタ、ラタタタ、ラッタ、ラタタタ。ここはフラムフラム。で、まあ普通のシングルストローク。フラムフラムフラムシングル。で、これがまあモチーフになってて、で、ラタタタ、ラタタタ。フラムパラジードですね。これみんななかなか高速化できないんで、テンポやっぱ120ぐらいになってくるとみんな苦手なので、まあどういうふうに考えて練習すればいいかっていうのは後でやります。で、ラタツク、タタツク。ね。で、発展させて。 で、タッ、ラッ、ラッ、タッ、タッ、ラッ、これドラッグパラディドルナンバー2ってやつです。ドラッグパラディドルは、えー、レス25とドラッグパラディドル1番、2番で、エチュードが作れるので、これまたちょっと、また後日やりたいと思います。なので、ラッ、タタタタタこれさっき出てきたフラムタップで、で、ナインストローク、ラ,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 ラこの間やったね、ロールの 説明のとこで一緒ですね。7でさっきやったのと一緒で、9ストロークのとこですね。で、またレッスン25になって、頭に戻るという形ですね。ここは普通にそのまま、えー、レッスン25入れなずにやると、2括弧で終わるという形になっています。それでは後半の部分の解説をしていきます。はい、フラムアクセントですね。フラムアクセントの大事なとこは、ラタタ、ラタタの時に、ラタ、ラタここ、ここにアップストロークがある。 フラムでで入っってて反対の手で抜けるっていう感じこの感覚をつかむと、これが16になって、ここが最後タップを入れるんだけど、このタップが2つになればフラムパラディドルです。なので、この2つは同じ部類で僕は考えていますので、同じ形ですね。これで覚えてしまえば全然いけると思います。それでは解説していきます。はい、フラムアクセントの説明ですね。フラムアクセントは、えー、っと、フラムしたらパンって上がる。 普通のフラムだとフラムしたらそのまま反対の手は上がるんですけどこう1個ずれる僕はよく説明するときこの玉が3つあってカーンって入ったらこっちが出てくるみたいなそのようなこうタッタッ1個ずれて出てくるタッタッフラムアップ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 これができればフラムタップもフラム,アップフラムパラディドも全然問題ないです フラムアップでタップフラムアップ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 タップタップここをタップ二つにすればフラムパラジョルパラジルの迷子の迷子の迷子のこ猫ちゃんっていうふうに感じるイメージですね。 でフラムだからこのタイプはフラムしたあと1回フラムした後に両手が下にローポジションに行ってから反対の手が上がるってやつねでフラムタップはさっきやった時みたいにフラムした瞬間に上がるのでフラムとフラムタップは同じ、まあ、属性でフラムアクセントとフラムパラディドルは同じ属性っていう風に考えて練習してもらえばうまくいくと思います はい、それでは通して聞いてみましょうやってみますね。 はい以上でございます。1、えー、フレーズずつ理解して覚えます、えーと。要は26のルーディメントっていうのがあ,あるじゃないですか。それが結局今回もこう解説しててで、それをもじったりしてるんですね。26のルーディメントだけ覚えてもなかなか難しいんで、実際のエチュードで練習しないとあんまり意味はないんですね。だからエチュードでやってくると必ずこうひねり技が出てくるわけですよ。アクセントがずれてたりとか、えー、こうフラムがなくなってたりとか、そういったことがすごく起こるわけですね。ただそのフラムさえ抜いてしまえば動きは一緒なので、なので26の ルーディメントのこのオールアメリカンドラマー150までは、えー、これ全部26のルーディメントだけで大体できるのでほとんどもう説明できてしまうのでこれでやりながら26のルーディメント全部覚えてしまうっていうスタイルがまあ要は正しいというかそっちの方が楽だし非常に音楽的に覚えれるんではないかなと思います。 というわけで、一つずつフレーズを理解して覚えようということでございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとか、ためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ、 メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。